皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。突然ですが、名古屋に遊び行こうかなと思います。名古屋に遊び行っちゃおうかななんて思っております。5月2日、2015年の5月2日土曜日、ゴールデンウィーク中の土曜日って感じですね。僕がたまたまちょっと休みを作ることができたので、その隙を見計らって、さささささっと名古屋の方に遊び行こうかなと思っておりますので、名古屋にお住まいの方、もしくは名古屋近隣にお住まいの方、名古屋にアクセスしやすい場所にお住まいの方、ぜひ遊びに来てお会いしましょうという、そういうお知らせでございます。まあ、毎年やっている巡業ツアーのなんか名古屋限定バージョンとでも言いましょうか。春のプチ巡業みたい な, なんかそんな感じでございます。ちょっと僕は土地勘がないんでよくわかんないんですけれども、新栄っていう駅があるんですよね。新栄駅の近くのリフレクトスタジオさんというスタジオの一番大きい D スタジオを予約しました。時間としては17時から20時の3時間という感じです。5月2日土曜日、新栄駅近くのリフレクトスタジオさん D スタジオ、17時から20時という感じでございます。5時、8時ということですね。で、まあ、今までのその巡業を参加したことがある方はわかるかと思うんですけれども、参加したことがない方は、集まるといっても何するのって、まあ、なるじゃないですか。なるじゃないですか。でも、これが何とも、ね、説明が難しいところでございまして、集まって何をしてるって言われるとちょっと困る感じで、なんかすごいこうなんか緩い感じでなんか時間を過ごしております。まあ、ちょっと僕が、ね、2、3曲ブラブラとなんかミニライブっぽく演奏したりとかもしますし、ギターの質問をいただいたりとか、音楽の質問をいただいたりとかして、それに答えたりとか、実演したりとかしたりもしますし、あと時間があればその、ね、皆さんでこうブルースセッションみたいなのとかもしたりとかしますし、あと僕もこの相棒のまちこさんを同行しますので、まちこさん弾いてみたいぜという方は全然弾いていただいて大丈夫ですし、実際にこの実物を目の当たりにして、うわぁ、よく見ると、汚ねぇってなっていただくのも良いかと思います。では、よくあるのが、皆さんのギターを僕がこうね、バーッと弾いたりとか、音を鳴らしたりとか、もしくはその皆さんのギターを僕が持っているところなんか写真撮ってもらったりとか、なんかそんな感じのこともしたりとかして、結構ゆるゆるっと、なんか遊んでいるような感じでございます。何してるって言われると困るぐらいに、なんかこう、ゆるい感じ。でございます。で、ちょっとこれは僕からのお願いなんですけれども、まあ、17時から20時まで予約を取っていますが、できれば17時ぴったくらいの到着を目指していただけると嬉しいなという感じでございます。たまにその30分とか1時間とか、すごい早い時間にいらっしゃって、そのスタジオ内でお待ちいただく方いらっしゃるんですけれども、ちょっとそういう人がすごく多くなってしまうと、スタジオさんに迷惑をかけてしまいかねないので、できれば17時ピッタ、もしくは11時5分とか10分過ぎとか、ちょい過ぎぐらいの時間の到着を目指していただけると、僕としてはとても嬉しいなという感じでございます。早く来るなとかそういうわけではなくて、ちょっとスタジオさんに迷惑をかけてしまうのも申し訳ないので、ちょっとそういった配慮もしていただけると、僕としてはすごく嬉しい感じでございます。で、今回ももちろん、参加費とかも特にかかりませんし、事前申し込みとかも特に必要ございません。普通にスタジオ代とかも全部僕が持ちますので、当日フラッと遊びに来ていただければ大丈夫です。ギター片手に持ってきてもいいですし、手ぶらで来てもいいですし、5月2日、本当は予定があったんだけども、当日ドタキャン食らっちまって、すげえ暇になっちまった、うわぁ、どうしよう、ちょっと行ってみようかな、くらいの気持ちで大丈夫です。そうすれば、もう僕がすごく喜びますので、ぜひ会いに来てくださいませ。ということです。で、いつも通り、今回も、まあ、そのね、交通費とかホテル代とかスタジオ代とか結構いろいろあると、その僕もなかなか経費がかかってきてしまうので、もしこれもよろしければ、よろしければ任意です。強制ではございません。よろしければまたお布施といいますか、寄付をいただけますと幸いでございます。なんかこの回を重ねるごとに、そのね、なんかその寄付がなんか強制みたいな感じにちょっとなってきているような気がするんですけども、これ本当に強制ではございません。任意です。いいよっていう方だけご協力いただければと思います。で、1000円以上じゃないか。1000円が上限です。1000円寄付していただいた方は、いろいろプレゼントがございます。まず1つ目、おなじみの滝沢ギター .com オリジナルステッカーです。結構お金かけて作っているので、屋外でも使用できるような感じの素材になっております。結構
しっかりした素材ですよ。ちゃんとお金かけて作ってますわよ。2つ目、滝沢ギター .com オリジナルピック5枚です。で、このピック見たことある方、すごいいらっしゃるかと思うんですけれども、今回お配りするのはこれじゃないです。これじゃないです。なんでか、ちょっと順を追ってお話しさせていただきますと、虫が！このピックって今まで4000枚ぐらい作ったのかな。1000枚作って、なくなって、また発注して、なくなって発注してっていう感じで、4000枚ぐらいその配ってたんですよ。で、先週くらいに、ちょうど僕も手元の在庫が全部なくなりました。僕ももうこれ持ってません。新品を持ってません。で、また発注かけようかなと思ったんですけれども、ちょっとこれ難点があるんですよ。それはなぜか、何かと言いますと、このプリントあるじゃないですか。その青い滝沢ギタドットコムっていうプリント。使い続けてると、これあっという間になくなって、真っ白になるんですよ。ちょっと経験ありません、こんなこと。これ、割とすぐなくなるんです。で、これが前々からちょっと嫌だな、嫌だなと思ってたんですけれども、まあ、ちょっと次の発注分から違う業者さんにお願いしようという感じで、違うピックになります。で、まあ、ね、せっかくだからデザインも変えようかなと思って、表は違うロゴが入って、裏面も違う、まあ、裏面、これは真っ白ですけれども、裏面もキャラクターが入ったりとかして、ちょっと違ったデザインでお渡しできるかと思いますので、ぜひそちらも楽しみにということです。ことでございます。こちら5枚差し上げますので、お楽しみにしておいてくださいませ。という感じで、1000以上寄付していただいた方は、ちょっとささやかながら、こんな感じでステッカーとピック、あとメッセージカードとかもお渡しさせていただきますので、よかったらご協力いただきますと幸いでございますということです。で、これまたちょっと僕のわがままなんですけれども、そのお布施をいただくときには、その、こういった封筒とかに入れていただいて、あだ名とかでもいいです。なんかお名前とメールアドレスを書いてくださるとすごく嬉しいです。あとあとそのご挨拶みたいなメールをさせていただきたいので、本名、別に本名じゃなくてもいいですけど、あだ名とかハンドルネームとか名前と、あとメールアドレスを書いて、封筒に入れて渡してくださるとすごく助かります。よろしくお願いいたします。で、これは、タオルです。ちょくちょく見かける滝沢ギタドットコムタオル。これもあと10枚ないぐらい残っているので、さすがに全員にプレゼントとはいけないんですが、ちょっと枚数が少ないので、これもまた、持っている限り皆さんにプレゼントさせていただこうかなと思います。普通にじゃんけんとかで勝った人が、なんかこうね、渡す、なんかこうね、獲得みたいな、そんな感じになると思うんですけれども、こちらも楽しみにしていただければと思います。で、またあんま関係ないんですけれども、今年僕がライブすごく増えるので、そのライブの告知フライヤーという感じでございます。まあね、自分でこのいられて、このポチ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 と今編集してて、これ仮原稿なんですけれども、なんかね、今作ってて思ったんですけれど、音楽系のフライヤーって、今回初めて作るかもしれないっていうことに気づきました。今までこういうフライヤー何回か作ったことあるんですけども、毎回、なんか料理教室だったりとか、なんか料理セミナーとか料理イベントだったりとかしたんですよ。なぜか。まあ、今までライブをしなさすぎたというのもあるんですけれども、今回こんな感じでそのライブ用のフライヤーも、滝沢克成人生初の音楽フライヤーも、たくさん持参しておりますので、まあ、よかったらこちら、もらっていただきますと幸いでございます。ちょっとライブがね、その名古屋からするとなかなか遠方で参加は難しいかと思うんですけれども、まあ、一つ記念として受け取っていただきますとこれ幸いですということでございます。そんな感じでしょうか。まとめますと、5月2日土曜日、新栄駅近くのリフレクトスタジオさんの D スタ、一番大きいスタジオでございます。こちらの17時から20時、5時、8時ということですね、の3時間、皆さんとゆるりと楽しい時間を過ごしたいなと思っておりますので、ぜひお気軽に遊びに来てくださいませ。参加費は無料ですし、事前申し込みも全く必要ございません。ただ、もしよろしければ、ちょっと寄付といいますか、なんかお布施をいただけますとすごく助かりますので、ご協力をお願いいたしますということでございました。さっきも言いましたけれども、なんかこう、回を増すごとに、なんかそのお布施が強制みたいな感じにちょっとなっている気がするんですが、別に本当に大丈夫ですからね、本当に。ちょっと学生さんとかで、今月お金がなくて大変だぜみたいなことはたくさんあると思うので、そういった方は無理せずに、もしかしたらそのこそっとステッカーぐらいをあげちゃうかもしれないですけれども、その辺はまあいいでしょう。なんかこう、いい感じで。楽しくやりたいと思います。そんな感じです。他に何か言うことあったっけかな。多分ない。はい。じゃあ、そんな感じで、来れる方、
ぜひ調整をして、当日お会いいたしましょう。僕も皆さんにお会いできることをとても、とても、とても楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。ごめんなさい、最後に1点だけ。もし当日いらっしゃれるようでしたら、Twitter をフォローしていただくと何かと便利かもしれません。まあ、フォローしなくてもお気に入り登録とかしていただくと良いかもしれません。タキジャバという ID で、まあ、Twitter をやっております。で、私、見知らぬ土地に行くとかなりの確率で迷うというイベントを起こすので、まあ、こうちょこちょこ、ね、当日 Twitter を見ていただけると、タキジャバ何やってんだこいつみたいな、そういうのが覗けるかと思います。そういうのを知っていると、ちょっと、ね、当日のスタジオもなかなか楽しい感じになるかと思うので、まあ、もしよろしければフォローしていただくか、まあ、フォローしていただかなくても、ちょっとページを、ね、お気に入り登録とかしておいて、ちょこちょこっと覗いていただけると良いかなという感じです。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。もしくは5月2日土曜日、リフレクトスタジオさんでお会いいたしましょう。皆さんとお会いできることを心より楽しみにしております。それではさようなら。